皆さんこんにちは、鉄道ゼミの西上樹です。今日もね、一本動画を撮っていくんですけれども、今日の動画のテーマなんですけれども、なぜ電車は急に止まれないのかといったところで、撮っていくんですけれども、まあまあね、よく昔からね、電車は急に止まれないとか、なんかそういう言い回しみたいなのはよくしますよね。なんか標語みたいなところでね、よく言われてたかもしれないんですけれども、まさにその通りで電車は急に止まれないんですよね。なんとなく雰囲気でわかると思うんですけれども、例えば、危ないと思ってね、車の急ブレーキ取ってキキキって言ってね、止まるのも低速、要は30キロで運転しているのと100キロで運転しているのでは、その止まる距離、要はブレーキの距離が全然違うってことは、特に車の免許を持ってる方とかであれば、そのブレーキの距離ですねが明らかに違うことは言うまでもないとは思うんですけれども、こと電車ですね、電車の運転に関してはさらにそれがね、すごい長い距離かかるということですね。それが具体的にどのくらいブレーキの距離が長いのかというようなことを数字で計算してみたいと思っております。これもですね、私の書籍電車を運転する技術の方にも載せておりまして、このあたりもっと詳しく解説してほしいというようなお声もありましたので、合わせて解説していきたいと思っております。で、まあ前提として、電車の走る仕組みとして、車輪とレールの間のですね、この摩擦力の少なさによって走ってる、高速で走ってるっていう話があります。というのは、まあ、このつるっとしてる、まあ車輪もつるっとしてるし、このレールもですね、つるっとして接地面もすごい少ないですよね。そのおかげで、その接地面の少なさイコールこの摩擦の少なさによってですね、列車が速く長くですね、進めることを実現していると。摩擦がないからこそ高速のスピードで長いことを走れるというようなことがあります。車のタイヤだと、まあゴムタイヤで接地面も、道路とこのタイヤとの接地面がこの広くなってるために摩擦力がやっぱ大きいので、そこまでね、アクセル踏んで離して、要はニュートラルの状態にしても、まあある程度したら時間経ったらすぐ止まってしまいますよね。もちろん高速出したら、ある程度は伸びるんですけれども、落ちるスピードは電車に比べてはるかに速いです。なので、それが対して電車の方は、一度ね、加速して、高速域まで上げて、パッとね、このニュートラル状態、要は蛇行運転、蛇行の状態にしても長いことその距離が続くんですよね。はい、ずっと本当にブレーキかけなければ遠くまで高速で伸びますということですね。その慣性というか摩擦の少なさを利用して加速してるからこそ電車はエコなんですよね。要は電気を使わずに長い距離を高速で走れるということですね。まあその一方で、じゃあいざ何かブレーキをかけないといけない時があった時には急に止まれなくなってしまう、まあ摩擦が弱いので、その分ですね、踏ん張る場所が少ないわけですよね。その車輪とレールの間にやっぱ踏ん張る場所が少なくて、まあおかげで加速してたおかげなんですけれども、いざブレーキかけるときとなったら、踏ん張りが効かないのでずっと伸びてしまう。まあ簡単に言えばそのような形です。電車は急に止まれないということなんですけれども、じゃあ実際にどのくらい止まれないのかというような話を、まあ具体的なね、数字、公式などなど出して書いてみました。一般的に当てはめるような公式ですね。一番まあ有名なのがなんか弾きみたいな、あるじゃないですか。速さ、時間、距離みたいな。まあそれの応用編にも当たるところなんですけれども、それをね、鉄道版に当てはめたらこういう形になりますということで、で、初速度この V1 ですね。ここにまあ例えば120キロで運転しても120という数字が入りますということで、で、この図は、ここに、初速度 V1 からまず何かね、ここに例えば車が飛び出してきましたとか、この間のね、京急の事故みたいに、非常ブレーキをかけないといけないトラックがありましたとか、いうような状況が発生した時ですね、ここで発見して危ないというふうに発見したら、ここでブレーキを開始します。私はね、電車で GO の動画を見ていただいた方はわかると思うんですけれども、マスコンハンドルをですね、前の方に倒してブレーキをかけますということですね。で、ここでブレーキ開始というところです。で、ブレーキ開始から、その次にあるのがブレーキ作用開始。なんですね。ここはミソというかですね、ブレーキ開始とブレーキ作用開始って何が違うかというと、実際に運転士が危ないと思ってブレーキをかけた、ブレーキを取った時から、ブレーキの作用、実際に電車車両にブレーキのこの減速がぐーっとね、かかってくるところまでの時間というのは少し差があります。うん、そうですね。これを空走時間、あるいは空走距離、その距離のことを空走距離、その間のブレーキがかけてからブレーキが実際にかかるまでの時間のことを空走時間ですねと言います。まあ本来その空走距離、空走時間っていうのは、まあ危ないと思ってブレーキをかけてパッとね、時間かけてほんのまあ
一般的に言われるのが1秒とか2秒とかね、言われるんですけれども、その1秒、2秒がね、意外とかかったりするんですよね。本当にまあ、じゃあたった1秒、2秒やないかと、お思いかもしれないんですけれども、例えばこれが120キロで、運転してる場合なんですけれども、120キロで運転してると、まあ、ここの空走距離の、ための計算があります。これはね、3.6 というのは、まあ、秒と時間をね、変換させた、まあ、便宜上の時間なんですけれども、ここの S1 で空走距離の出し方の公式ですね。S1 イコール、3.6 分の、V1 かける T1 空走時間ということですね。この時間が空走ここの距離の出し方の公式なんですね。例えば在来線の最高速度ぐらい120キロで運転している列車が急ブレーキ非常ブレーキをかけた場合なんですけれども、ここでですね S1 いや空走距離どのくらい伸びたのかっていうのを出すときは、3.6で V1 がここの速度ですね、初速が120キロということですね。で、まあ、空走時間っていうのは、まあ、T1 って書いてるんですけれども、まあ、大体これ危ないと思ってブレーキかけてかかるまで、大体まあ、1秒から2秒なんで、まあ、例えば2秒っていう計算しましょうということですね。そうすると、これを電卓叩くと、大体ここで、だから 66.6666 ぐらいになるんですよね。66.666 ぐらいになって、ということは、まあ、約大体67メートルぐらいになりますと。だから、こう S1 は、67メートルぐらいになるわけですよね。ということは、ここの空走時間、運転士が120キロで運転してて、危ないと思ってブレーキを入れて、そこからブレーキが作用するまで、なんとここ67メートルも動いてるというようなことなんですよね。これ結構、67メートルって聞くと意外と長いなと思いませんか？もちろんこの車種によってですね、この空走時間とかも違いますし、例えばね、もう最新の車だとね、1秒とかで反応する。要は、自分がブレーキかけると、パッとこう、なんでしょう、感覚的にね、すぐ、タイムラグが少なくかかってくるので1秒になってるとか言われたりもするんですけれども、まあ大体1秒から2秒とか、いうような時間なので、1秒でもそれでも30何メートル動いてるっていうことですよね。結構これってね、30メートルって意外な距離ありますよね。なので、ここのその空走時間、空走距離っていうのが、電車は急に止まれないと言われるような要素の一つなんですね。で、まあ今の話したのは危ないと思ってブレーキを入れたとこなんで、これがね、例えば、あれはブレーキかけないといけないところかなと、例えばすごい先に、500メートル先にですね、まあ、おばあさんが踏切の中にフラフラっと入ってるのを見えたとしましょう。そうするとちょっと運転士が1秒2秒3秒考えたとしますよね。例えば3秒考えたら、さっきの計算でいくと1秒につき 33.3 メートルなわけですから、3秒考えたら大体100メートルですよね。だから、まあ、さっきの計算でいくと S1で 3.6 分のここの V1 のところが、速度が120キロで走ってて、でここがかける3秒ですよね。3秒運転士が余計に考えてたとしましょう。あれはおばあさんかなと、なんか止まらないといけないのかな、非常ブレーキかけないといけないのかなというようなところが、3秒間考えたら120キロで3秒間考えてたら、たった3秒かもしれないんですけども、100メートルもブレーキの距離、ここの距離っていうのは伸びてしまうんですよね。だから本当に運転士は早めの判断を、まあ、そういう時は迫られているというようなところなんで、このとっさの判断っていうのは、ね、特に事故の時の肝になります。昨年のね、京急の脱線事故、トラックとね、ぶつかった脱線事故ありましたけれども、あの時もまあ今、調査はですね、公式な発表はまだされてないんですけれども、理論上で計算すればこういう数値が成り立つんですけれども、運転手のその迷いとかね、このブレーキに対する、まあ、躊躇みたいなところ、一瞬で待ったらこれだけ距離が伸びてしまうというようなところは一つ大きなポイントになっていると思います。これはまあ私のあくまで私の試験というか、私のその考えですので、特に何でしょう、公式のものがまだ発表されているというわけではないと思いますので、そこに別に特に提言、言及するわけじゃないんですけれども、こういったことも実際考えられますよというようなことなんですね。で、まあ、そのくらい距離が伸びるということが分かったところで、その後の計算ですよね。まあまあ、そこからブレーキがかかれば、ちゃんと止まれるはずです。まあ、電車はね、止まれるようにできてると思います。そういう設計がね、基本的になされているので、大体ね、そこから、まあ、こういう、さっきみたいにおばあさんが急に現れましたと言った時は、大抵非常ブレーキをもちろんかけてると思いますので、非常ブレーキっていうのは、まあ、前のね、私のあの電車で後の動画を見てもらったらわかるように、非常ブレーキ一番奥にガッと倒してね、EB ってエマージェンシーブレーキのところまでね、ブレーキをかけましたよね。あのブレーキなんですけれども、大体だから通常の駅の停車の減速度が、2.5
ぐらいと言われてます。 2.5、キロメートルパーアワーパーセカンドかな。だいたいこれが 2.5 が常用ブレーキ、要は、通常の運転士が駅に止まる時のブレーキ、車種によったりこのブレーキのかけ方によったりして違うんですけども、だいたいで 2.5 ぐらいだと、2から 2.5 とかで駅に停車する原則だと言われている中、まあ、これは常用で、常用の、ブレーキですよね。常用ブレーキが 2.5 だとすると、非常ブレーキは 4.0 ぐらいと言われてますね。 4.0 パーパーセカンドなので、結構やっぱりここでね、ブレーキ力の差がグッと上がるっていうのが分かると思います。まあ、非常ブレーキなんで、いざという時にね、緊急の時しか使えない、通常から非常ブレーキをね使ってるなんてことはもうほとんどないと思うんですけれども、この非常で止まらないといけないというような時に、この 4.0 のこの非常ブレーキが作動するというような話ですね。はい。でこの 4.0 で止まった時にこの計算をこの公式に当てはめてみましょうというようなことなんですね。このブレーキかかる前までの、このブレーキかかる前までの空速距離の計算はこれだったんですけど、かかった後、要はこうグググッとこう速度が落ちながら減っていく時ですね、の計算方法ですね。ここは、こっちと違います。だから S2、要はここの実ブレーキ距離、実ブレーキ時間のところですね。実ブレーキ時間、要は実際にブレーキが、車両のブレーキが動作し始めた、作用し始めたところから、実際に電車がここで止まるところですよね。0キロになって止まるところの計算方法ということですね。まあ、ここの計算は途中で、途中のこの収束度、初速から収束までの計算にも使えるんですけれども、まあ、今回は0キロ、要は非常ブレーキをかけて最終的に止まりたいというところまで計算したいと思います。まあ、S2、この実ブレーキ距離は、じゃあどのくらいの距離が120キロで運転したらかかるんだというようなところですね。まあ、減速している時のこのブレーキかけている最中の公式っていうのは、 S2 実ブレーキ距離イコール 7.2 かけるベータ、ベータは減速度、これですね、 2.5 とか 4.0 のところですね。 7.2 ベータ分の V1 の2乗マイナス V2 の2乗ですね。ということは V1っていうのは、ここでは初速ですよね。初速が120キロでしたから、120キロの2乗。で、マイナス V2。ここは収束度。要は0。まあ、止まったところまでの計算なんで、ピタッと止まったので0キロってことですよね。0キロになった時なんで0の2乗ですね。で、分母は、7.2。これも、秒数と、分のね、60秒、60分の関係のから、出してる、数値です。で、ここの、ベータですね。ベータは、まあ、車両固有の減速度。まあ、そのカタログスペックで、車両によっては、違いますから、減速度が。例えば、まあ、この間の、紹介した阪神のね、ジェットカーなんて、まあ、加速減速度もとても高いわけですよね。加速度も 4.0 だったかな。で、紹介したと思うんですけれども、まあ、今回は減速度、ベータですね。まあ、だから車両によって加速度、減速度の設計は違います。で、さらに、まあ、もっと言えば、カタログスペックがその数値なだけなので、どんどん使い込むことによってね、車両の癖の動画でも話したんですけれども、どんどん使い込んで車輪とかね、いろいろレールとかの関係で、なかなかその数値通りにはいかないんですけど、あくまでここはね、理論上のお話ということなので、計算するんですけれども、まあ、非常ブレーキは 4.0 ですよとか、で、ここに 4.0 を当てはめますと。7.2×4.0 ですよね。これを計算すると、まあ、電卓叩いてもらったら分かるんですけれども、だいたいこの距離が500ぐらいですね。500メートルですよね。だから S2 は500メートルになるというようなことですね。つまり、ここからブレーキが、空走距離が終わって、ブレーキ、車両にブレーキがぐっと動作し始めてから、最終的に0キロピタッと止まるまでの距離。これはなんと500メートル、非常ブレーキをかけても500メートルは、ぎゅーっと走り続けてると。こういうようなわけですね。500メートルって言ったらもうかなり長いのが分かりますよね。陸上のトラック一周が400メートルなわけですから、で、私なんかその、陸上部やってたんで、500メートルがいかに長いかというのが分かります。実ブレーキ距離が結局500メートルになると、ここのさっきの空走距離が思い出してほしいんですけれども、空走時間2秒ということだったら、67メートルプラス500メートルってことで、567メートルですね。合計が567メートルということは、ここで危ないと思ってブレーキかけてから、この止まりたい場所にまで到着するのになんと567メートルの距離、500メートル以上もかかってしまうということなんですね。そのくらい電車のそのブレーキ、
の距離っていうのは長いので、まあ、いかに電車が急に止まれないかというようなことがこの計算からも分かったかと思います。これがね、あくまで公式、まあ、数値の公式なので、まあ、理論上のお話なんですよね。繰り返すようなんですけれども、なので、ここのお話が例えば条件によっても雨の時雪の時にももちろんブレーキをもっと伸びますし、それから降下重装置っていうのがあって、そのブレーキ力とかは調整はするんですけれども、それでもね、乗ってる人数ですね、今何人乗ってるかによってブレーキ量が変わったりもします。それから電圧ですよね。電車のブレーキっていうのは大きく分けて空気ブレーキと電気ブレーキに分かれてますから、電気ブレーキがね、基本的にメインでブレーキをかけますので、そこの電圧ですね、まあ、電車の、電線に走ってる架線、まあ、上のパンタグラフから電気取ってるところですよね。そこの電気の架線の電圧によってもブレーキの力っていうのは変わってきます。はい。まあ、これは詳しくはね、回生ブレーキとかいうふうに調べてくれたらいいんですけれども、回生ブレーキの力というのも電圧によってね、こう多少違ったりするので、まあ、あくまでカタログスペックで、さっきの減速度 4.0 とか 2.5 とかなってるので、これがね、一概にその距離で止まるわけじゃないんですけども、あくまでまあ目安として、まあ、例えば事故の時とかに計算するのもこういう式を使って計算すれば、大体の場所が分かりますということなんですね。はい。やっぱり伝えたいのは、まあ、もちろんこの設備ハード面の問題もあるんですけれども、運転手のね、心理っていう話がやっぱ非常にこのブレーキ距離と密接な関係があるということなんですね。例えば本当に判断力が、速断力があるような運転手さんであれば、もうパッとね、ブレーキをかけてるんですよね。ブレーキをかけて、だから空走時間1秒2秒の間に勝負を決めてるということなんですけども、例えばこれが新人さんの運転手さんであるとか、優柔不断な方とか、まあそれは一概に言えないですけども、優柔不断な運転手さんで、うん、あれブレーキかけた方がいいかな、どうかなと2秒3秒迷ってしまうだけでもこんだけのブレーキ距離が伸びてくるんですよね。そこのやっぱ運転手の心理っていう話はなかなか取り上げられること、取り立たされることがないです。ですので、これはね、運転手も一人の人間ですから、そこでね、千差万別あるわけで、そこの判断に迷いがあったのかとか、いうところになってくるので、これがね、一概に言えないところの一つですと。というわけで、簡単に喋りましたが、いかにね、電車が急に止まれないかというような話が分かったかと思います。で、これからさらにね、今電車で計算しましたけれども、200キロ以上の時速を出す新幹線であれば、さらにもうね、何キロ先まで止まらないかというような計算がこれでできるかと思います。例えばね、事故が発生した時にこの距離、このくらいの距離でね、何メートル先に止まったんじゃないかとか、ある程度の計算はできたりするんですね。危険な箇所を発見したら直ちに非常ブレーキをかけて止まるのが原則だとは思うんですけれども、まあ、少しでもね、このブレーキをかけて遅れるんじゃないかとか、そういう気持ちが若干でもね、あった際にはこの距離が伸びてしまうってことが分かったかと思います。これはね、一つ非常に大きいテーマだと思いますので、というわけで本日の動画以上になります。またね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。